よし、それでは授業を始める。はい、ゆたぼん。はい、勉強は得意な方が苦手かっていうとどっちですか？得意な方が苦手かっていうと苦手な方。お、今日はそんなね、算数が苦手なゆたぼんくんにですね、私が積分を教えたいと思います。お願いします。やる気あんのか？あるわ。はい、多分ゆたぼんがこれをできたらね、みんなめっちゃビビると思うんですよね。まあ、1問成功したら OK、うん、そうですね、まあ、1問でも成功できたらいい。1問解けんかったら一生このルームから逃れられません。てか積分っていつ使うの？そう、いいことを聞いてくれた。積分いつ使うか使えません。そんなものは使うのかい？使えません。なんでこんな意味ないことするんやろうってなるよね、うん、でも違うんだ。学校の勉強はいろんな勉強のいっちゃん初めの部分なんですよ。別に使わへんけど、学び方を学ぶとかね。あ、難しい？むずい。じゃあユタボンもさ、うん、編集するときにもう本を買いました。でそもそも日本語分からへんかったら読めへんやんか、うん、だから例えば編集の専門用語とかも出てくるよね。でもその言葉の意味も分からへん。でも英語とかやってたら多分分かるようになるんですよ。だからね、直接役には立たへんけども勉強仕方を学ぶという意味で勉強がまたいるという。ちょっと分かってきた、うん、分からへん。分かる？なるほど。そう、人生冒険やんか。何のために冒険するの？自分がしたいなって思う。そうだね、自分がしたいなっていうのはやっぱさ、世界を知りたいなとかそういうさ、うん、やっぱ欲求があるやん。でもそれもまた勉強やんか、学びやん、うん、思わへん？思う。そう、だから人間ってもともと知的探求心っていうのを持ってる。知りたいと思ってる人間ね。だから人生は知的探求心やって言わなあかんね、本当は。うん、それを一緒に言おう今から。じゃ あ、今ね、せーの、人生は知的探求心や、学ばなあかん。ついてこいよ。ついていく。ついてこいよ、うん、積分って何かっていうと、もう説明はめっちゃむずいから、ちょっともはや俺も分かってないんやけど、うん、ペットボトルのこと、この輪郭さえ分かれば、うん、この中にどんだけ水が入るか分かるみたいな、そういう感じ。どう？すごくない？すごい。すごない？すごい。これがいわゆる？じゃん。そう。はい、じゃあ、はい、行くぞ。お願いします。その前に、今から X っていうのについて説明するんやけど、うん、まずこれが分からないと、うん、もういけへん。最初のステップ。数字って何個ある？数字は10個ある。10個あるの？そう。1 2 3 3。でも実はこれ以外にもあるんです。え、実は、うん、A とか B とか C とか D とかあるんですよ。何それ？やばない？やばいやばい。世界広ない？事案。事案です。これね、頭の中でできません。うん、じゃあ電卓使ったらいい。そう、電卓使ったらいい。でもまずどうするかっていうと、式を立てなあかんのよね。式ね。式だから X にはいろんな文字、いろんな数字がなるって。なるし、そう、何かメタモンみたいな。メタモン。メタモン？メタモンってわかる？はいはいはい。メタモンってポケモンなんやけど、うん、彼にはまだ早かったようですね。はい、じゃあこれで一旦もう終わりです。じゃあ積分に入ります。積分に入りましょう。積分記号というのがまずあります。積分っていうのはこういう記号で、こういうなんか S の長いバージョンみたいな。うーん、あー、ちょっとね、曲がりすぎ。ちょ、ワインディングロード入ってるんですね。ワインディングロード入ってる。で、積分をされたらどうなるかっていう、ね、進化なんですよ、進化。結局進化X 進化したら何になるって話じゃない？分かってない？うん、まあ分かんねんけど、進化したら何？あ、進化、そう、それは今からね、説明する。おじさんが、嬉しい。だって俺の脳みそなんか、ちょっと休憩した方がいいよって言ってダメでーす。まだダメでーす。じゃあお願いします。まだもうちょっと踏ん張ろうぜ。読み方は X の2乗って言います。 X、 これは何て読むでしょう？ X の3乗。そう、そういうこと。人生は式短縮。何分の1とか知ってる？何分の1みたいなやつ。4分の1とかね。2分の1とか。あ、9
聞いたことある。聞いたことある、うん、ちょっと謎。謎か、分数なんていうのは簡単です。はい、で、ゆだも、じゃあ問題です、問題です。じゃあこれで正解したらどうする？これ正解したらね、OK。 まだです。まだかい。はい、じゃあこれだったらどうなりますか？インテグラル X の部分です。これも7から5、はい、8分の1、はい、8分の1、X の何乗これ？ X の8乗。おお、素晴らしい。よっしゃー、めでたい。決まったぜ。決まったね。でもでもこの裏にはまだ続きがあったのだ。知りたいか？知りたい。本当にそう思ってるか？知りたい。お、今のはですね、不定積分という、簡単なやつです。犬でいうとチチワワなんですよ。チワワね。めちゃくちゃ、パンダとチチワワじゃないな、芝雑種ちゃうな。定積分というのをやってもらいます。これが今回の本命です。これが最後、これが最後、最後のステップです。もう言うたらこの定積分の問題が1問でも解けたらこの動画はおしまいです。帰ります。俺はジャパンに、本当に帰れます。 OK? 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 何の顔やね。定積分っていうのは何かっていうと、ここに0とか1が入ります。タピオカ見てたの、これタピオカだ。タピオカ入れてもいいです、ここにタピオカ。これ読み方はインテグラルタピオカからタピオカまでの XDX って読みます。何それ？なるほど、このユタモン、このユタモン、麦わらのユタモン引く麦わら帽子はユタモンやな。そういうことです。じゃあ同じものから同じもの聞いたらゼロやんか、うん、じゃあ2分の1タピオカの2乗を引く2分の1タピオカの2乗はってことはなくなる。なくなるってことは、そう、分かってきた、分かってきた、分かってきた、もう分かってきた、分かってきた、もう分かってきた。でも使えません、一切使えません。でも違うんだけども、これができたっていうことが大事なんだ、うん、多分ね。君はもっと他のあらゆることを学べるレベルに達してしまったんだ。なるほどね。これより簡単なことって世の中にいくらもあるんですよ。なるほど、俺は学べるってことはやればできるってこと。そうなんだ、やればできるんですよ、誰でも。マジで、ね、素晴らしいと思わないか。あ、まあ、よし、人生は資金探求。問題です。0から1の XDX。 0から1、もう俺何も言わんねえ、俺も何も言わへんから。すげえ、ユサボンが数式を書いている。このギャップを見たことがあるだろうか。天才革命家に見えてきた。この景色が見たかったんだ俺は。1分の0、いやーこの動画長くなるよ。はい、これや。0分の1、それが君の答えか。あ、そうだ。残念でした。なんで2分の1から何も引かないです。ゼロじゃあ2分の1、そう、そのままこれが答えです。あ、はい、惜しかったね。もう一回、もう一回、もう一回、これでいいのか。ダメです。さあこれ解いてみ。あ、もう分かっちゃった。答えは、答えは4分の3。残念、全然分かんない。いや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 、ゆうたもん、めっちゃケアレスミスですよ。何これ、超惜しかったよ、賞味。答えは4分の1。正解。もう一回、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 もう一回。人生甘くはないのだよ。何それ。今、かける2ってことは2分の1が2つありますよってこと、うん、よっしゃ、もう分かってきた。2分の1の2乗っていうのは、うん、あのね、インテグラル0から0から2の dx。 お、さあ早いよ早いよ早いよ。お、いいよ。全然わかん。もう一回押して、もう一回。諦めるぞお前。問題です。てるん、インテグラル0から3、落ち着け、まず落ち着け。
黒板をな、綺麗に、ちゃんと綺麗に書いてみる、綺麗に。マウスサディック。はい。はい。答えは3。残念。はい。やり直し。はい。人生は知的探求心や。はい、これです。問題。全然わからん。どうそれ。わからん、わからん言うんじゃねえよ。やってみなきゃわかんねえんだよ。人生は。ちょっと待って。あはい。おい。おい。これだ。何それ。ちげえよ。なんでよ。よし、これで決めてな、マジで。はい、丁寧にやること丁寧に。君はいつもそのなんか係数みたいなのこの2のところでつまずくでしょ。正解はこれだ。え、なに、なに正解、なに10。うん、どうしてそこでやめるんだ、そこで。はい、もうラスト、もうラスト自体も絶対もうこれで決めて、これでマジで決めて。だから簡単な問題って言ってよ。これ簡単、さっきからさっきやったし、なんなら一個一個集中して。3の3乗をちゃんと書き直して、書けるの状態に。3を15。あ、違うわ。3が6。3が6。3を6じゃ27。それでいいのか。それでいいんじゃない。そんな自信がなくていいのか。それでいいのだ。答えは27か30。おい、一つでしょ。俺27。これでいいのか。いいのか。大当たりー。いやー、ヒヤヒヤした。ありがとうございました。お疲れ。お疲れ。いや、終わった。どうだった、どうでしたか。全然わからんかった。でも解けたよ、最後。うん、最後は解けた。ってことで、人生は人生は、え、ちょっと待って、人生は